ペシャルデリバリーよ、フランク。うん、うん、こんなこと言うなんて思ってなかったけど、フランク、あなたと一緒で本当によかった。なんだよ、さよならか。一緒に来いよ。エキゾスーツを着たゾンビがいるんでしょ。私には無理だわ。前みたいにカメラで弱点を見つければあなたなら大丈夫よ。聞こえるか、ブラッド。いよいよだ。ホルダーを追い詰めてハードドライブを入手する。よし、避難用ヘリがもうすぐ到着する。それとお前にメッセージだ。だからフランク、このファイルを誰かが見てるのは分かってる。どうせあなたなんでしょ。だからもし私の死体を見つけたらお願いだから蹴ったりしないでね。なんだってんだ、ビッグ。彼女と無線で話すか。話してどうする。つまりだな、俺のような政府関係者にとっては何があっても追及の手を緩めないジャーナリストほど怖いものはないということだ。そんな二人がもし手を組んだら。すでに強力なタッグを組んでるだろう。どうかな。よし、お前ら、爆弾はどこに落としてほしい？まあまあだ。ビンゴ！これでバレなきゃ、ホルダーは顔だけじゃなくて耳まで悪いってことになるな。これまでも無謀なことばかりやってたが、こいつはとびきり無鉄砲だな。
体何だって言うんだ。嘘だろこんなの。本当にできるとはね。クソ暗いな。暗中模索っつうのか。マジかよ。眠ってるのか。フランク、様子は聞こえるか。静かにしてくれ。クソ、現場どこだ。フランク、よく聞け。避難は来て、連絡を待つ。連絡することなんかねえよ。あくそ。メリークリスマスってけ。狐は狼に。全ては繰り返され、食物連鎖は続いていくのだ。こいつはたまげたな。では人はどこへ行く。人は食われない。生きてこうして破壊する。海は汚され、空が落ちてくる。夜都市並みには勝てないが、すぐにそれさえ乗り越える。我々は殺人者だ。かつては人間のものだったこの手。だが今は。待て、やめろって。我々が頂点だ。おい、帰る。怒ってる。ああ、その通り。ハードドライブは絶対に必要だ。あとは顔に傷をつけずに脱出できたら。最高だね。
ラッド、ハードドライブを手に入れた。そっちに向かってる。急いで脱出の手配をしてくれ、ブラッド。冗談だろ。もう火はやめてくれ。フランク、よ、渡して、さっさと渡して。本気で？早く。分かった。オークションまがいのことはさせない。今回は正しいことをする。ご立派な子って。ハードドライブから離れて。早く。ごめんね。じゃあね。ミニゴルフはやらないのか？ハモンドの横暴なボスがサイコパスになっちまったから、俺たちで倒し、ハモンドは奴が二度と蘇らないようにした。協力の礼にハモンドは素晴らしいものをくれた。友情の念、それから爆弾だ。これでコールダーのねぐらに突入できる。奴らは下水道に住んでる。コールダーと頭脳派ゾンビたちのせいで、そこは今や不気味の巣窟だ。コールダー自身も不気味だがな。奴は喋れる。奴が一体何なのかはわからないが、その中身はイカれた人間だってことだ。俺はもちろん情報を手に入れて逃げた。それで本当は終わるはずだったんだ。英雄フランク・ウェスト、またしてもウィラメッテを救う。ビッグ・チューメコソドロ、悪魔、俺の証拠を盗んだ。銃で脅してな。あの女、覚えてろ。Thank you.
況はどうだ。ビッグにカメラを盗まれた。証拠は全てあいつが持ってる。なんだと？取り返せ。言われなくてもそうするぜ。蹴りはついていねえぞ、ひよっこが。うるさい。もう。カメラをこっちによこせ。ビッグ、俺以外にもヤバい奴がお前を狙ってるようだぞ。あら、そう。手を貸してくれ。ビッグはカリビアン航部内を逃走中だ。おい、待てよ。上へ向かえ。キーチロープラザで迎え撃つんだ。キーチロープラザだな。ここは渡さんぞ。なんてこった。ホールダーは本気だぞ、ビッグ。ああ、畜生。自分が何をしてるか分かってんだろうな、ビッグ。もう下がって、ビッグ。おい、こっちだ。ユウ、なあ、話せば分かる。お前は世界をフィルター越しに見ている。目に入るものは何でも取る。見境なしにな。全て自分のためだ。見返りも与えない。分かった分かったよ。ちょっと大げさだが、確かにそうだな。明日から変わる。カメラ返せよ。明日には生まれ変わるから。お前も食物連鎖の一部だ。そして俺が連鎖を断ち切らねばならない。やりやがったな。よくも。よくって、俺のせい。僕だね。お気に入りのカメラも。ゾンビの大将、蹴りをつけてやるぜ。行くぜ、クソ野郎。大丈夫か、ビッグ。ビッグ、一体どこに向かってる。また置き去りかよ。なんだこれ。どこにいるんだ。制御室よ。そちらどう。大丈夫。ご心配どうも。ありがとうよ。ゲートを開けたから
バーに向かってちょうだい。エジキはなんか助けになるのか。減らずに散ってる場合。死ぬ時は見て取れたのか。そうかよ、なら先に死ね。ああ、やるじゃねえか。私たちの手で片付けましょう。意義なし。さあ、失せろこのデカマス。待て、冗談だろ。フラーク、無事？やつはまさか再生してるのか。再生なんてあるかよ。その辺の電力を使って充電できるのよ。前に見たことあるわ。ああ嘘だろ。フィアじゃないぞ。勉強はコブに戻しましょう。考えがあるわ。見せてくれ。もう少しよ。その辺でゾンビ退治でもしといて。さすが軍師様は言うことが違うね。なんでもっと早く組まなかったんだ。あんたが量的に自己中だからよ。そっちこそ危険な自警団員だろ。照れるわね。あくびでもして
しんでる？意外とね。信じられんがうまくいってる。誰かさんと違って計画性があるのよ。皮肉屋は相変わらずだな。何してんだ。叩いてるのよ、この。目を開けろ。ブラッド、キイチロープラザで緊急治療が必要だ。おい、大丈夫か。踏ん張れ、もう少しだ。サーバーは消された。ハードドライブはお前が壊したしな。なあ、本気で俺を撃つ気だった？急所は外す。足なら撃ったとか？ええ、撃ってたかも。まあ仕方ないか。もしまた同じ状況になったら右足を狙ってくれ。どうせあまり使い物になってない。フランク、本当悪かったと思ってる。
もっとひどい経験もした。お前もいずれな、優秀なジャーナリストってのはそういうもんだ。優秀なジャーナリストね。それは SD カードよ、あなたのカメラの。抜き取った？ええ、あの前に。ええ、はい。見返りは？いいわよ。本気だ、何でもやる。じゃあ記事を書きたい。私が文、あなたが写真。得だねってやつよ。一緒にか。じゃあ五分五分だ。ええ、五分五分ね。いい響きだ。あ、ミニゴルフも。もうまだ行ってるの？まあいいわ、ミニゴルフね。ようやく一段落か。なら合流地点に急げ。ここが恋しくなったなら別だがな。言われなくても分かってるよ。必要なものは全て持て。準備ができたら声をかけてくれ。